指揮官、パーティーに来てくれてありがとうです。綾波、ずっとここで待っていたです。ちょっと怖いです。綾波、よくわからないです。レディーを待たせるのはジェントルマンとしてどうかと思うです。冗談です。指揮官、お帰りなさいです。ミーミー、すごく離れしている感じです。綾波、すごくそわそわしているです。指揮官、綾波のそばから離れないでほしいです。緊張を紛らわすには教えてもらったフォースを発動はしてはダメです。ピアノの音を聞いているとなんだかちょっと眠いです。指揮官は眠くならないですか？綾波、眠くなっていないです。指揮官、変な気分になっているです。よくわからないですけど、ちょっと嬉しいです。指揮官、新しい任務が通達されたのです。この前の任務、報酬が来たのです。新しいメールです。戦場での指揮官はちょっと綾波と似てるです。ちょっとかっこいいです。指揮官、委託が完了したのです。安心して、今度こそどんなことがあっても生き延びて指揮官のもとに帰るのです。だって指揮官にはまた会いたいんですもの。